斎藤法音会、1923年設立。2015年解散は、東北産、大地主と称された、資産家の斎藤前衛門の出資により発足したが、資材を投じて、学術振興を行った、事業内容は先進的であった。宮城県仙台市に所在していた、大学に対して、研究助成を行うことを事業内容としている。 設立当時このような研究教育振興を目的とする財団法人の設立は前代未聞で後に続く同様の財団設立の先駆けとなった。また財務基盤は潤沢で出資金300万円は2010年現在の価値で200数十億円に相当し当時年率7%と見込まれた運用利回りから得られる活動資金は 文部省の研究奨励金と被験し得るものであった。研究助成の方針は、資金の投下に対する効果、効率性に重点を置いており、題材として大きなテーマを狙い、共同プロジェクトとなるようなものを推進すること、未知のシーズの探求ではなく、既存の有望な研究題材を完成させることとした。戦前は大規模研究や研究所設立のための施設整備など、 本財団の研究助成金の貢献は大きなものがあった。しかし戦後の新淵切り替えによる通貨価値の減少、高度経済成長に伴うインフレやバブル景気後の低金利などの経済情勢による基金の目減り、資産運用難により、研究助成、博物館事業とも年々活動を縮小していた。2015年9月2日の評議委員会で解散を決議、 同年9月末で解散した。最終的に所蔵していた資料は仙台市及び東北大学に寄贈された。農地改革前は山形県庄内平野の坂手本負けに次いで全国第2位の地主と言われた宮城県仙台平野の斉藤家は物産前八村に田畑約1500ヘクタールを所有する大地主であった。その当主である斉藤善衛門は 資産家であると同時に実業家として酒造業や質屋を営んでいたが、1889年までに事業を金国貸し付け業に転換し、その後明治40年代には投資会社に転換して電気事業、工業、北洋漁業などに進出している。1910年には投資会社である斎藤株式会社を設立する。この間1892年に、 第2回衆議院議員総選挙で当選して第二子となるが事業との両立がならず3年で辞職する。1924年には小作葬儀に対応して自らの資産の土地を信託する仙台信託株式会社を設立している。斉藤は幼くして仙台藩公用剣道に学ぶ。また福沢諭吉の著書を愛読していたという。斉藤は財産は 神仏よりの供託物にして私有物にひずとの信念を持ち、晩年1919 19年頃より公益事業に資材を注ぎ込むようになる。東財団が設立されたのは、そのような流れの中のことであった。東財団の設立にあたって新たに事業を起こす際は、全国の指揮者に意見を聞き、東北帝国大学の総長、井上に吉、小川正隆らに相談し、 財団法人の設置を決めた。財団法人、斎藤法恩会の設立については、文部、大倉、内務を、はじめ、全省庁の許認可が必要であり、斎藤が、連日役所に日産した結果、ようやく実現した。認可が難しかったのは、斎藤法恩会の事業目的が、学術研究助成金の交付であること、また、研究部門を持つ、財団法人は、 我が国では当時前代未聞であったからだという。設立認可は1923年2月20日で資材300万円を拠出した。初期の事務所は仙台市東2番町85番地に置かれた。東北地方特に仙台市を中心として特定の学術研究所の設立及び一般学術の研究に必要なる設備並みに研究費の補助。 産業発達に必要なる施設、国民思想の啓発全土及び国家関連の寛容、その他社会の幸福増進に必要なる施設等の事業を行うことが設立目的とされた。この学術研究助成を行うことを事業目的とする財団法人は日本の講師で後に設立される三井法恩会、服部ト法公会等にも影響を与えたとされる。 財団の運営には、アメリカ合衆国のウィスター研究所から、東北帝国大学理学部生物学科に着任したばかりの破体新騎士教授が、現職のまま、斎藤法音会の学術研究総務部長を兼務した。多くの研究活動が本財団の支援を受けたが、その中には、東北帝国大学工学部電気工学科の八木、秀次、抜山平一、千葉重太郎が、 電気を利用する通信法の研究で昭和9年度までに合計22万5千円の補助金を受け、これにより、ヤギ、ブタアンテナや真空管による高周波利用等の研究が推進される大きな原動力となった。戦後は戦後の新淵切り替え、インフレによる基金の資産価値の目減りにより、研究助成の規模を縮小してきた。一方基金以外の収益源を求めて、 仙台市青葉区本町二丁目の財団所有の博物館、財団事務室の所在するビルで会議室、ホールを時間が出する貸しビル業を営んできた。しかし、バブル経済崩壊後に続く低金利による運用難の影響もあり、2006年には土地、建物を売却して賃貸で営業を継続するものの2009年3月には同地から撤退した。2009年秋に、 仙台市青葉区大町2丁目に移転している。2015年9月在団解散に至る。1933年10月、斎藤法音会博物館を開館した。これは、東京の国立科学博物館に次ぐ歴史を持つ。所蔵品は、貝類や、魚類の化石標本、ナウマンゾウ骨格、鳥類の剥製など、約10万点。1945年 1950年には英文の博物館論文集を発行。1951年からは学術研究助成事業を再開し、同年には宮城県から博物館として認可された。1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発行により占領が終わると仙台 CIE 図書館は廃止となるが、 引き継いだアメリカ合衆国国務省が運営する仙台アメリカ文化センターになった。1953年からは法音会が3回で自然史に関する展示を再開。1968年に仙台アメリカ文化センターが東二番町の超銀ビルに移転、位置すると変わって1969年2月には館内に仙台美術館2が開館した。 1973年、法音会50周年を機に建て替えすることとなり、仙台美術館が同年に完成した一番町の河北ビルに移転、博物館は解体された。1975年、仙台駅前の仙台セントラルホテルが、当館の隣接地に新築、移転して、ホテル、仙台プラザとなり、1976年11月には、斎藤法音会館が開館した。 館内は財団事務所、自然史博物館、貸し会議室などで構成され、博物館は斎藤法音会自然史博物館に改称された。2006年、経営状況の悪化によって同館の土地、建物を売却した。その後も同館を沈借して営業を続けてきたが、2009年3月に自然史博物館を閉館し、財団事務所を移転した。 この移転の準備のため、自然史博物館の所蔵品は、国立科学博物館に寄贈した。2009年度秋、西公園に面する仙台市青葉区大町2丁目に、財団事務所を移転し、同所に、ポケットミュージアム、斎藤法音会博物館を開館した。2015年3月末をもって、ポケットミュージアム、斎藤法音会博物館を閉館。所蔵資料は、 仙台市に寄贈された、斎藤法音会自然史博物館に関するカテゴリポケットミュージアム、斎藤法音会博物館に関するカテゴリありがとうございます。